おはようございます。まさ46494です。今回はドラゴンボールドッカンバトルのイベントのすべてを超えし者、お久しぶりにやっていきたいと思います。ですね、まだ1回もクリアしたことないですね。で、前回3回ぐらいやったんだけど、ボロボロでした。まあ、とりあえず、前の俺とは違えずっていうところを見せたいのと、どこまでいけるか、このパーティーでっていうことを、ちょっと見ていきたいと思います。18体以内に倒す。よし、ゴジータナス。来た。グローリー来たよ。よし、さあ行きましょう。こんな感じだったな。とりあえず勝ちの感じ。あんまここでなんかいろいろと使いたくないので、メガワクバ、この悟空でワンパンしたい。メガワクバ厳しいか。ただ7000ぐらいしか効いてないから、これ倒そうか。ここからだよね、18ターン。しゃあ、こっからだよ。あ、しかも水だったっけ。すげえ終わった感あるんですよ。あ、水だったっけ。あ、しまったか。終わった。マジか。こんなドラゴン使ってもダメかな。あ、でもダメだよね。意外ダメだよね。あれやっちった。ちょっとどこまで作る。ちょっとこれ見たい。どう。あー、全然だ。終了。え、ワンゲージ減らせたな、今ので。18ターン以内に回せばいいんだから、筋肉に。あの、気絶すな。でも回したいけど。いや、でもワンゲージ減らせたんで、弱点ずつで。なんかワンチャンある。まあ。終わりにしますけど。で、前回のどうなったんだろう。多分同じことしてると思うんだよね、パート1で。多分力でいって最後に帰ってくると思うんだけど、まあとりあえずありがとうございます。見ていかないんだな。はい、ということでボロボロにやられてる感じですね。水でも、あの、ゴジータのさっきの攻撃の20万ってちょっと良くて、リーダーフルの20万だったら、いい感じに勝てそうなんだよね。ゴジータ持ってないんだよね。ということで、まあ、またちょっと挑戦します。ちょっとメンバーチェンジしてやっていきたいと思います。ということで、よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。じゃあね。